ご視聴ありがとうございます。今回は、1990年から2010年代までの、GPU の歴史を案内します。GPU とは、グラフィックス、プロセッシング、ユニットの、略で、パソコンの電子機器の一つで、グラフィック計算が得意な半導体なんだ。グラフィック能力が必要なゲームや、CG ソフト、映像を利用するときに活躍する半導体だよ。GPU の種類は、主に、建築設計などで利用されるけど、ソフトや、映画などで利用される CG ソフト向けの、GPU と、パソコンのゲームなどで、利用される GPU に分けられるんだ。ここで、ご案内があります。GPU という名前は、1999年に、NVIDIA が、GeForce 256の発表時に、提唱した名前なんだよ。それまではビデオチップと呼ばれていました。わかりやすくなるように、GPU で統一させて、いただきます。よろしくお願いします。今回は、パソコンゲームでよく利用される、GPU について案内します。GPU の歴史は、大きく分けて、1990年代前半の、2D 時代、1990年代後半の、2D から 3D への、移行の時代、2000年代の、CPU と GPU 統合時代に、大きく分けられるんだ。まずは、1990年代の、2D から 3D への、移行の時代から案内します。1990年代の、主な GPU メーカーは、1980年代の、競争に生き残った、アメリカの S3 社、カナダに拠点を置く、ATI、テクノロジー社、そして、同じカナダのマトロックスの、3大メーカー。そして、1990年代途中から参入した、3DFX 社と、NVIDIA による、合計5社の戦いなんだ。他にもたくさんの GPU メーカーが、存在していたんだけど、今回は5社に絞らせて、いただきます。1990年代は、2D から 3D への、移行の時期で、ゲームソフトも、2D ゲームから 3D ゲームへと、進化の兆しを見せていた時代なんだ。そういえば、ゲーム機も、プレイステーションの頃から 3D ゲームが、流行り始めてたよね。プレイステーションが、発売されたのが、1994年なんだけど、パソコンのゲームも 3D ゲームが、流行り始めていたんだ。GPU メーカーも、3D ゲームに対応できる、3D 対応の GPU の、開発を進めていたんだ。ところが、今まで 2D 用の GPU を、開発していた GPU メーカーは、3D 対応に大苦戦。GPU メーカー。3D グラフィックは、2D のノウハウだけでは難しい。そして、1995年に、マイクロソフトが、OS ソフト、Windows 95を、発売。そして、1996年には、Windows 95で 3D 対応できる、API の DirectX 2.0 を、リリースしたんだ。API とは、アプリケーションプログラミングインターフェースの、略で、API の役割は、ハードである、GPU とソフトである、ゲームソフトの間を取り持つプログラムなんだ。それを、マイクロソフトが提供？いくらなの？もちろん無償だよ。なんで、マイクロソフトに何か得なことがあるの？ DirectX は、OS である Windows 95に、実装されているんだけど、DirectX は、グラフィックやサウンドを強化できる、プログラムセットなんだ。マイクロソフトは、DirectX を無償公開することにより、ソフトメーカーやハードウェアメーカーに、Windows 95に、グラフィック、サウンドを利用した、ソフトや周辺機器の開発、販売の、活性化を狙ったんだ。Windows OS に対応した、魅力的なソフトや周辺機器が、たくさん増えれば、Windows 対応のパソコンが、売れるし、Windows OS の出荷数も、増える。
Windows OS の生態系を活性化すれば、ソフトメーカー、ハードウェアメーカーもマイクロソフトも反映する。マイクロソフトの強さは、ソフトメーカー、ハードウェアメーカーへ、DirectX などの API や、開発支援ツールなどの支援を行うことによって、現在の帝国を築いたんだよ。なるほど。Windows OS の生態系を活性化すれば、おのずと売り上げは上がる。マイクロソフト、エコシステム。1996年にリリースした DirectX2.0 は 3D ゲームに対応したバージョンで、ここからゲームメーカーや GPU メーカーの 3D ゲームへの対応が加速していくんだ。しかし、まだマイクロソフトの DirectX はリリースされたばかり、まだ満足できるものではなかったんだ。 GPU メーカーもなかなか3D 対応に苦戦している中、これからは 3D グラフィックの時代だ。パソコン市場に革命を起こしてやる。そこへ 3D グラフィックのノウハウを持つ新興メーカーが参入する。その名は 3DFX。3DFX は、業務用 3D グラフィックの、大手、シリコングラフィックス社からスピンオフした会社で、パソコン市場にも、3D グラフィックの時代が、来ると予測して、参入してきたんだ。3DFX は、画期的な、3D グラフィック対応の、GPU、ブーブーを発売。ブーブーは、ライバルメーカーをはるかにしのぐ、高画質の 3D グラフィック性能とパフォーマンスで爆発的なヒットとなった。 3DFX はいきなり GPU のトップメーカーとなり、業界を驚かせた。いきなり時の人。 3DFX はなぜ成功したの？ 3DFX 成功の秘密は2つあると思うんだ。1つは独自の高性能 API、二つ目は、3D に特化した GPU 開発。業務用 3D グラフィックの、ノウハウと、新興メーカーだから、過去の 2D グラフィックにとらわれない、新しい技術導入が、しやすかったんだ。しかし、1990年末になると、ライバルメーカーも追い上げ始める。そして、1999年、NVIDIA が、大幅な 3D 性能を、強化した、GeForce 256を発売。2000年には、ATI も 3D に、対応した、Radeon 256を発売する。トップシェアの 3DFX は、NVIDIA、ATI 勢に追い上げられ、失速。業績も急落し、倒産の危機に。あらー。結局、2000年に、ライバルメーカーの NVIDIA に、買収され、消滅した。平気だなぁ。おごめぬも人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。こうして、3D の GPU 開発に、成功した、NVIDIA、ATI が、GPU 業界の2強となり、2000年代へと続く。その他の GPU メーカーは、撤退、消滅してしまった。なぜ、NVIDIA、ATI は、勝ち残れたの？そうだね。理由は二つあると思うんだ。二つ？一つは、GPU 開発を、3D に集中したこと。二つ目は、DirectX。DirectX って、マイクロソフトがリリースした API の、DirectX？ そう。マイクロソフトは、DirectX のバージョンアップを、毎年行い、DirectX の 3D 性能が大幅にアップされたんだ。NVIDIA、ATI は、いち早く、最新の DirectX に対応することにより、3D 性能が大幅にアップした GPU を開発することができたんだ。次回は、彗星のごとく現れ、消えていった、
3DFX の栄枯盛衰の物語をご案内します。ご視聴ありがとうございました。